ごきげんよう、ラグナロク、ゴキラグ、始まりました。ラグナロクオンラインをプレイしてます、ロサです。今回は、ゴキラグ的便利 NPC 紹介になります。好評につきまして、続編をお届けしたいと思います。今回はね、少し、もう一つ関係することがありまして、便利 NPC ともう一つ関係があります。それは少しねネタバレになりますので、始まってからお伝えしたいと思います。ちなみに便利 NPC はこのアルバイトではありません。それではその便利 NPC のいるところまで行きましょう。便利 NPC のいるところプロンテラから行く方法をご紹介しましょう。まずアルデバラン時計に行きます。行きましょう。時計に着きました。そして時計からさらにジュノーに向かいましょう。ジュノーに着きますと少し下がります。そして下がったところにこの賢者がいるんですね。今日ご紹介するゴキラグ的便利 NPC はこの賢者になります。話しかけてみましょう。リモルピオス、アポカリプス、それは忘れられてしまった古代文明ジュノーの門番として治安を任されたヒューマノイド。ロボットに似ていると言いますが、アポカリプスの人工知能は長い年月に耐えることができず、我々と敵を識別できなくなってしまったそうです。今では無差別攻撃を行う化け物となってしまったと言われています。というようにアポカリプスの説明をするんですが、何回も話しかけてみましょう。アポカリプスですね。ずっとアポカリプスです。この人柄が、選択肢がね変わるまで、ずっと話しかけていきましょう。アポカリプスです。アポカリプスです。変わりました。リモルビオス、さあ私の手のには2つのハーブがあります。1つは全てを忘れて仮想現実世界に残る青ハーブ、そしてもう1つは真実を明らかにする赤ハーブです。どちらも5000ゼニーを消費しなければなりません。さあ選択しなさい。会話変わりましたね。これは実はですね、2つのハーブというクエストになっています。便利 NPC でありながらクエストの NPC でもあるんですね。ではこの2つのハーブを選べばどうなるんでしょうか。まず赤ハーブを選択してみましょう。赤ハーブです。あなたは真実を見れるようになるはずです。はい、どうでしょうか。赤ハーブを選ぶとですね、プロンテラに転送されるんですね。噴水の東側ですね。それで赤ハーブを選んでいますので、ちゃんと赤ハーブ2個もゲットしています。リモルピオスと話すと、このように赤ハーブを選択しますとプロンテラに転送された上に赤ハーブ2つをゲットすることができるのです。それではもう一つの青ハーブが出るまでまたこの賢者リモルピオスに話しかけてみましょう。またアポカリプスですね。まあ、これはずっと出るのでアポカリプス、アポカリプス、まあ、これはどんどん出ますのでじゃんじゃん進んでいきましょう。じゃ最初、あ、来ました、来ましたね。リモルピオス、私の手の庭、2つのハーブがあります。1つは全てを忘れて仮想現実世界に残る青ハーブ、そしてもう1つは真実を明らかにする赤ハーブです。どちらも5000ゼニーを消費しなければなりません。さあ選択しなさい。それでは次は青ハーブを選択してみましょう。あなたは全てを忘れて仮想現実世界に残るでしょう。はい、どうでしょうか。青ハーブを選ぶとですね、このように、フェイヨンダンジョンの4階ですね、
転送されます。ペイヨンダンジョンの4階に転送されることになります。ですから、まあペイヨン5階にですね、来る方に借りに行きたいという時にはですね、まあフロンテラからペイヨン行って、ペイヨンダンジョン6か、プロから時計に行って、ジノーに行って、そして賢者に話しかけて一気に飛ぶようにするか、選択肢が2つありますのでね、どちらの方が近いのか。アポカリプスの話を延々聞いてワープするか、それとも堅実にフェイヨンから一つ一つダンジョンを上がっていくか、それはもう皆さんにお任せしましょう。ご気楽的便利 NPC 紹介はジュノーの賢者リモル・ピオスでした。それでは次の機会までごきげんよう。